ミスズエ、俺は今世界一の冒険家を目指して未知なる冒険の真っ最中だ。この世界にはまだ俺たち人間の知らない謎が山ほど眠っている。その謎を解き明かすのが俺の目標だ。なんだこれ。今のは俺を呼んでいるのか、キンガ。こちらワンゼロ、ターゲットを発見。グレイ、ゲームを開始せよ。了解。お呼びですか、キサラ嬢。嬢、我らビクトリアンの命の源ビクトリウムが奪われようとしています。これよりあなたに使命を与えます。地上へ行き、ビクトリウムを奪おうとする者の正体を暴き、この世界を救うのです。古来より受け継がれし力、ビクトリーランサー、これがあなたに力を授け、あなたを導いてくれるでしょう。必ず守ってみせます、古代の勇者の名に恥じぬよう。これは地上の世界、その知識をあなたに授けました。
つ約束があります。くれぐれも地上の生き物を傷つけてはなりません。心して。みんな作業は中止だ。 UPG のものです。安全確認ができるまで現場一帯を封鎖します。ひとまず有害物質はなしと。凄まじいエネルギーを秘めてる。何だろう。これメキシコで見たのと同じやつだ。え？いやあの。あなた誰よ。ここで何してるの。何か知ってるわけ。上から巨大な生命反応。される時が来たか。 UPG 攻撃開始。カレッジンガーはもういない。どうせその制服。何？バカにしてるでしょ。こっちはプロなのよ、プロ。おいおい、模型を凝らしちまったじゃねえか。かかってて。誰なんだ、あの勇敢な青年は。例の水晶体について何か知ってるようでした。アリサ、その青年の行方を追ってくれ。でも怪獣は大至急だ。ガレット、ジンの隊長、水晶体の解析結果が出ました。
おお、さすが仕事が早いな。世界各地で発生している未知の水晶体の消失事件、それと同一のものです。放射性年代測定によると数万年前に遡ることは間違いありません。数万年前で、あの怪獣は現在解析中ですが、水晶体を守るために出現した。僕にはそんな風に見えました。あれ、どこ行った？なぜ俺をつけ回す？おお、何か探してんのか？お前には関係ない。食えよ。いらん。だから食えって。ほら、あんた、この町は初めてなのか？だったら奇遇だな。俺も今日来たばかりなんだ。雫ヶ丘か、いい町だよな。空気はうまいし、空は綺麗だし。俺は世界中を旅して、いろんな国のいろんな人と触れ合ってきた。遠く離れた地球の裏側だってこの空でつながってる。すげえと思わねえか？みんな同じ空の下で暮らしてる仲間なんだぜ。お前には分かるまい。空を知らずに生きてきた俺たちの気持ちは。え？お前、まさか。おい、待てって。隊長、ポイント G7 に新たな水晶体が。何が起きているんだ？ビクトリウムを奪ってるのはお前か。消去。忘れてる。まさかスパークドールズ。ロンスライス EX レッドキング。言ったな、みんな同じ空の下で暮らす仲間だと。ああ、
だが俺お前たちとは違う。あいつもウルトラマン。伝説が蘇る。ウルトラマンビクトリー。来い、俺が相手だ。半径2キロ圏内に避難勧告を発令した。絶対に食い止めろ。ガレット、ガレット銀河、お前なんだろう。俺をこの町へ呼んだのは、未来は変えられる、そう教えてくれたのはお前じゃないか。頼む、もう一度俺と戦ってくれ。俺に切り開く力を。あれは、フルフォス町に現れたという巨人。そうです、彼の名はウルトラマン銀河。久しぶりだな、銀河。よっしゃ、行くぜ。ふっ、Shut up!
ウルトランスが銀河に牙を向く。そして雫が丘に迫る新たな脅威。次回ウルトラマン銀河 S、 銀河対ビクトリー。答えてくれ、お前は一体誰なんだ。